どうもバンです。村上秀夫さん見てますか？村上秀夫さん見てますかね、今日はですねローテーションの一環で2号機を持ってきました。2号機はねちょっとね美的感覚にねちょっと劣るね、そういうようなね感じがしますよね。村上秀夫さん見られてますかね。なんかね、これ、2号機なんですけども何度も墜落してこのね、機種の部分これステーがあるじゃないですか、プラスチックのここの部分バキってね一辺割れてるんですよ。だからさらになんかお辞儀したような感じになってあんまりねこう良くないですよね、この、デザイン的にも。この胴体の下がね真っ平らっていうのがねそもそも良くないですね。これぞまさに美的センスがないというふうに、言われるようなねとこだなというふうに思いますね。やっぱり航空機たるものですね、ちょっと前が、ちょっとこうシリスボジじゃない、ちょっと尖ってて、で胴体の辺がちょっとね膨らんでるのがね普通だなというふうに思いますね。でところがですねこの2号機は下が真っ平らね、これはねデザイン的に格好悪いですよね。でねその村上秀夫さんのこうおっしゃるにはですね飛行機が格好悪いとかいう言い方じゃなくて美的感覚に乏しい、それもねちょっと乏しいみたいなそういう言い方をねまあされてるわけなんですね。いやーご指摘ありがとうございます。まあねとは言ってもですねもう墜落に墜落を重ねて補修に補修を重ねたね愛着のあるね、2号機ですよね、美的感覚に乏しいというふうなご指摘ですね。よくまあ公の場でねそのようなことを申されるね神経というのがですねすごいなと、別にけなしてるわけじゃないんですよ、すごいなというふうにね思いましたですね。というわけで、今日はですねこの2号機今までね、なんかセンサーをいろいろ積んだりとかやってきましたけれども今日はですね、せっかくの2号機副用機で、カメラマウントが高い位置にあるということを生かしてですね、ちょっとね、これからのこともありますけれども、ちょっと違うことを試していってみます。今まではおはようございます。今ね、ご近所さんも見えられたところですね、一緒にフライトを試して、楽しんでいこうというふうに思います。今まで、飛ぶのでもう精一杯だったんですよ、もう正直なところ。ところがですねちょっと余裕が出てきたんで、空撮といいますかですねこのカメラですね同じとこをねぐる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 回ると何やぐるぐる回ってるだけかいなというふうにもうねやっぱり自分でも見てて思ってきました。つまり、飛んでる時にカメラを意識しようと思います。つまり、見ていただける方の、気持ちになって、そういうようなね、撮り方ですね、そういうのをですね意識したいと思います。だからあんまり同じ方向でぐる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 何回も何回も回ってたらね何や回ってるだけかいなと。でこっちゃ向いたらこっちゃ向いたらね、ロールしてばっかりだと酔うなということもありますし、せっかくのね2号機安定してね飛ぶようになってきましたんで、今回しかもね日の出がねちょうどいいタイミングでね今日もね見れそうですね。そこの、日の出のタイミングに合わせてまずは東の方へバーッと飛んでいって、でまずは直進ですよね。そういうね見せる飛び方というのをですね今後はちょっとずつですけれども追求していければなというふうに思います。村上秀夫さん見てますか？見せる、飛行を今後ね追求していこうと思います。機体がねもう汚くて、みすぼらしいのはもうねそこはね、諦めてます。諦めてるというか、別にねそれをね改善しようともね思わないんですよね。こういうなんかテープで貼り付けて、自作感満載のね、DIY 感満載のねそういうのも僕はね好きだなというふうに思います。それをね美的センスにちょっと足りないとかねなんかそういうふうにね、言われるわけですね。もうびっ
くりですよね。怪我してるわけじゃないですよ。びっくりですよ。はい、というわけで、準備していきます。はい、どうもです、そうしましたら2号機テイクオフです。バッテリーはサンセル650じゃなかった、450mAh ですね、カメラはインスタ360横マウントです。プロペラはおっとなんか今謎挙動ですね。収まりましたけども大丈夫かな。プロペラは、5インチのピッチ浅めのオレンジですね。タイマーは一応2分かけておきます。それでは日の出を待ってテイクオフです。自動操縦中です。途中ね、自動操縦がね効かなくなりましたね。2回目の沖へ出た時、ノッポのビルの方へ向かった時なんですけども、自動操縦で帰還しようとしたんですけど、旋回がねなかなか大回りになって、どうしたんだろうなぁと。やっぱりエルロンだけでね、自動操縦は旋回しよるみたいなんで、そこがねちょっと課題でしたね。1回目の自動操縦はねちゃんと持ってきてくれたんですけどね、自動操縦なのにゴーホームできないっていうのはちょっとね大問題だなというふうに思いました。とりあえずバッテリー2本目いってみます。
いと思います、もしかしたらねちょっと今 GoPro の据え置き地上カメラ撮れてなかったかもしれないですね、その場合は空撮のみの映像となります、ね、ちょっとね左旋回しがちです、ね、濃紺やな一瞬ですけどまた濃紺が発生しましたね。なんでしょうね。ちょっとこれは大きな、これも課題ですね。あとちょっと左旋回しがちなんで、ちょっとこれは今サブトリムを打ちます、この設定は次回そのまま活かせるように今設定をし直します、本日以上です。ではでは。